第147回ビッグマジックライブです。まずはめでたいね。そうですね、はい、めでたいことが、我々ビッグマジックがね、はい、あの応援しているプレイヤーたち、はい、ビッグスの中から、はい、井上さんが、井上さんが見事ね、トップ8、グランプリ北京のトップ8入りました。おめでとうございます。今回は相当な数の日本人プレイヤーがトップ8に5人いましたからね。ね、はい、トップ8に5人いて、うん、ね、まあ、残らなくても、公式のさ、ツイッターとかで、はい、ハレルヤプロス、ハレルヤプロス、ビックスみたいな並びがあって、ありましたね、なんかね、すごい、もう、日本人、暴れとんな、みたいな。暴れとんなって感じですね。あれ、つまりは、だって上位宅にあんだけ並んだってことでしょ。そうです、そうです。純粋にね。いや、もういいことですね。いいことやね。うん、世界は近い。そうやね。はい、うん、というわけで、まあ、グランプリ北京も盛り上がってましたが、何か忘れてるような気がしないでもないですが、なんかうちのなんかそういえばリュウジ君でしたっけ？あ、なんか僕もよく知らない方なんですけど、なんか初日急増したけど、北京でバカなことしてるんで、はい、はい、今週は僕とクーヤンの2人でお届けしていきます。まあじゃあ今週のコーナー行ってみましょう。はい、はい、リプレイのコーナーです。はい、今週は冒頭からクエンと2人でお届けしております。はい、さあ、ギターの怪物に、ロームに、ケチに、ダンベルライツ。そうと。いいですね。気な臭いですね。今度はね、僕のデッキです。さあ、クエンの方は、思考吐き、ジェイス、ランド、スナップキャスト、メイジ、ランド、タシグル。タシグル。まあ、なんか、どれかを出せばいいかみたいな。うん。ジェットタシグル感あるね、そうですね。僕は1ターン目アクションはないです。今のうちにフェッチを切っておくと。さあ、お互い1ターン目から積極的な動きはありませんが、あ、ちなみにあのフォーマットはモダンですね、はい、MMM っていうマンスリーモダンマスターズ、ね、はい、クーヤンとうちのもう一人のスタッフとで主催してね、はい、これからとりあえず大阪、とりあえずずっと、まあ、最初は大阪で、最初は大阪で、はい、まあ、後になんか人気が出れば京都とかもなくもないかもね、まあ、そうですね、みたいな、なんかやってみてもいいかもみたいな感じで思ってるんですけど、うん、まあ、土台をね、そうですね、まずは地元大阪ということで、うん、気づかないとということで、ビッグマジックのもあるたら本拠地やね、そうですね、大阪でモダンを流行らせたいと、はい、いうことで大会を開いたそうですけども、お客さんが案外あれなんやね、初めて見るお人ばっかみたいな。そうですね、なんかレガシーの方とかスタンの方なんかなと思ったんですけど、うん、なんか結構僕が知らない見たことない方が来てもらって、うん、普通に嬉しかったです。いいよね。はい、62人大入り。え、63？ 63 ですね。席の限界だから63で大入り満員と、はい。なるほど。何名かはちょっとね、そうですね、入れなくて残念みたいな。ちょっと断っちゃったんで。残念ではあるけど、ね。まあもう、ちょっと次はもう、あれなんですけど、その次ぐらいからは、ちょっともうちょっと大きめの会場で、うん、はい、そうやね、やろうかなみたいな。60でパンパンやったら80とか。そうですね、80とかでやろうかなぐらいの。はい、なるほど、なるほど。さあ、デッキの方はね、クエンの方が、まあ、グリクシスコントロールになるわけですけども、ね、僕の方はちょっとコンボデッキなので、ここでバラしちゃうと面白くない部分もあるので、そうですね、ちょっとね、話がだから盤面というよりはモダンについての話になりつつ、そうですね、でもなんかいきなりあの土地の色からローム打たれたら何ってなる、まあ何ってなるよ。1ターン目青白持ってきて2ターン目ロームみたいな。そう、さあ、まあ、ここはタシグル、ジェットタシグルやね、2ターン目、2ターン目タシグル、フェッチランドとね、ほんまこの思考吐きとかあるで、はい、一気に墓地が溜まって、まあ、このデッキの2ターン目タシグルそんな強くないですけど、まあ、そんなゴリゴリ攻めるデッキでもないから、まあ、これアンコやったら強いですけどね、確かにね、パワー5あるから別に能力起動しないし、うん、まあ、つい最近までね、2ターン目4、4ハンデス出てきた時代なんであれはアホやったよ、4、4ハンデスが出つつ、4、4が殴りに来とったからね、2ターン目に。もうそれを思えば、もう全然。モダンって。もう健全な。モダンになったなーって。健全なプレイ。あれ、モダンっていうか、フューチャーやったよね、フィーチャー。そうです、ね。フューチャー、未来。未来。あれはね、ちょっと、あれに近いものがあったな、メンタルミスステップじゃないですか、そうノリではあったよね。確かに確かに。使い毒みたいな。さあ。この時点で僕一体何もできないみたいになってますからね。なるよね、何みたいな。この人はセットランドから山持ってきたぞみたいな。え、嘘みたいな。何色やねんっていうね。最初4色かなと思ったんですけどね、4色あるわと思ったんですけど、
あ、5個目も来るんやねっていう山ね。貝みたいな。さあ、結構反動ゴリゴリっすね。ゴリゴリやね。で、ただまあ、ね、確実に通るタイミングでケチと。ジェイスも入ってるグリクシスコントロールやから確実にカウンター系の呪文が入ってるなと思ったから、まあインスタントとはいえ今しかないはい、と大ケ事でチをす。打って、はい、持ってきたのが、ハンドにもあるギター両の方とも落回とりすでんすやっと、ていう。腹音鳴らしですね、イカれる腹音鳴らし両方、この2枚だけしか持ってこないから、クーヤンが落とすように指名するカードはこの2枚になっはい。て、おのずと墓地に落ちて、だ僕は手札は1枚も増えませんでしたと。ケチは最近結構こういう疲れ方するよまあね、そうですね。ケチクッソーっていうのがね、やっぱイオナつってみたいとな。クッソを持ってきて、まあ、あとはそのなんか春章と、まあついでに他のやつも持ってきて、絶対になんかどう頑張っどてう頑張っても、も それ A っをていう通呪れ文るがと、プレイされるプレイみたさいれるみな。たいな感じで使われることが多いですね。ヴィンテージやったらヨーグモスの石と、あれか、有毒の蘇生とかね、そうなんですか。ね。まあ、春章、蘇生、ジェイス、もうどれするみたいな。はい。まあ、この時点で僕もこれ買ったよみたいな感じなんですけど、押せ押せやって。さすがに。クリーチャーのね、線で押したれよっていう感じになるけども。さあ、僕はフェッチを起動して。まあライフがね。残り多分、もうだいぶ少なくなっている。まあ、押せ押せのはい。ノリではあるよね。これはもうさすがに勝ちっしょみたいな感じ、ノリだったんですけど。もうフェッチ切りつつ、タッシュグルに縛られてるから、ターン回ってきたらね、全員でマグって投げてっさあ、て感じだけど、さあ、ここは、から、とハラオトりあえナず、シ。ハンドにあるクッソを打って、腹音鳴らしをはい。戦場にまあ、出クッしましソた。もいいカードですね。ほんまにいいカードやね。まあ、いいカードっていうか、ダメなカードですけど。強すぎる。まあ、スタンダードの時ね、結構活躍したんで。ね。さあ、ダクムーアの回収所を捨てて、ジェイスに3点、はい。ピアナラーにも、フェッチを捨てて3点と。さあ、ドロー。盤面をね、なんとか気合でイーブンに。タッシブに殴られんかったら、まあ、飛行機会はしゃあないとして、ダメージ半減できるという状況。ここからがね、さらに見ものなんですけども、さあ、飛行機会はとりあえず突っ立ってもしゃあないので、アはい、タックと。なんかね、到達持ってそうですけ持っど、てそうやけどね、だいぶでかいけど、持ってトないでランす。プル。最近緑のデカ物案外トランプル与えられないと強奪が 多いか持っらてますね。ね、ワールドブレイカーしかり。ウルベンガルドのハイそうドでラすもね、ハそイうドやラも持っね。てますね。むしろ、あれやね、ワールドブレイカーは到達で強かったよね。そうですね。あれトランプだったらあんまり強くなかった可能性は結構ある。さあ、さあ、ここで、ドローはダクダムークアのムーが回回収収場場。を。ちゃんとリンガリングソーが落ちるというね、この。テクいね、落ち方がね、憎いですよ。さあ。さあ、そして、ここまで来たら、はい、これ打つよっはい、て。マナリーク、ない。クッソが通っはい、て、ないんです。ギトラグの怪物が連れて、はい。で、本体。本体にさあ3点ダメージ与えて、ドローを置2。換で、で、こので、ね、こ土地がれ、落ちたんで、テクいよね、動きがね。そうですね。ブラッドクリプトが落ちたので、ドローがまた発生する。それスタックで本体にまたこれ投げつけて、2点、6点飛ばしダて、メトータだ。ルで。ドローがちょんちょんと、チもう、ュンチュン。チェーンになってて、このままやったら決まるよ、みたいな感じで、はい。で、言って、ちょっと空炎が、ライフがね、確か3なんですよ。なんで、ここで一応。僕の手札にランドがないタイミングでね、はい。そう、春1章。枚もランドがないタイミングで、春章で、さあ、で、1マナで、思考吐きをフラッシュバックしはい。て、ランドが1枚もない状況で、稲妻を引ければ、というとワころンチで、ャンスなんですない。が、ないってことではい。投了と。な結構る激しいでしょ、このコンボね。いいっすね。腹音鳴らしで墓地に、手札から墓地に土地が落ちて、ギトラグの怪物で能力でドローが誘発して、3点バズーカを打ち込み続けるというなコンかなボかがいい決デッまっキです。て、はい。はい、勝利しました。じゃあ、2本目いきましょう。はい。はい、じゃあ2本目をはい。見ていきましょう。今度はグリクシスコントロール側、クーヤン側が先手と。はい。手札は、クリーチャー強いよね、グリクは。まあ、グリック、そうですね。タシグランコ、春章、ジェイスとね、ジェイス。キャラが揃っまてあ、青ですけもどね。青黒ですけど。ほぼほぼ青くらいやね。赤の要素がピアナラがクリーまチあ、ャーっ赤はて言っ稲た。妻ですね。稲妻とピア結ナラ局。と、メインボードはコラーガンの命令も入っそうてでるのすかね。な。あとターミネとか。まあ、結局、エルドラジが消えて、また稲妻環境に戻ったのかな、みたいな感じなんですけど、まあ、なんか、普通にエルドラジデッキも全然、MMM でどうやったん？エルドラジはいあ、なんかた？トップ8の方に一人、方が、
エルドラジの寺院だけになったけど、そうですね、白黒でエルドラジの寺院使ってる。ああ、なるほどなるほど。結構強そうでしょ。あの、言うたらゲートウォッチの前のエルドラジデッキの、そうですね、ノリかな。マジそんな感じです。うん、あの時だってあれやもんな、裏もぐ出すことを目標にしてたもんね。あのデッキは普通に4マナ4、4半です、まあ、強いっていう。まあ、なんやかんやで、まあ、しかもたまに見た目出てくるみたいな。うん、ジーンジーンで、ジーンジーンで、確かに確かに。はい、さあ、ここでデュレス、デュレスで手札見してくださいと。終始しとディスペルしかの雲がないですね、これね。手札に僕もターミネートあるから、ターミネート通すためにね、あのディスペル落としてもよかったんけども。ああ確かに、うん、まあまあ難しい。だからリンガリングソウルもあるから、別にタッシュゴ出されてもチャンプル粘ってればなんとかなるんじゃないかなっていう気持ちもあって、そうですね、ターミネート落として、まあ、ここはまあ人による。まあディスペルでも全然良かったような気もすんねんな、後から見ると。まあそれはいいとして、とりあえずタッシュゴが出てきましたと。はい、まあこれディスペル構えながら、うん、まあ、確かにこれ見てたらね、ディスペル落としてよかったなって感じはするけど、逆になんか構えさえ続けても、まあそれはそれでいいんかなみたいな考えも、泣きにしもとか思いながら、さ、からのハンデス打たれるんですよね。手札打たれる、破壊打たれるってちょっと恥ずかしいわみたいな。まあでもこれ抜こうかなと思ったんですけど、これよう考えたら、ターミネートも実は弾けるってことにクリアも分かって、じゃあリンガリングソウルのチャンプを1回減らした方が、なんかそっちの方が悪いかなって、うん、いいよねって。これ思考加工やったらなみたいな。ほんまに、うん。完璧やったけども、さあここで、リンガリングソウルを1回フラッシュバックしかプレイできなくして落すと、はい、それでも2回はねジャンプブロックして時間を作れるっちゃ作れるんやけども、本来なら4ターン稼げるカードだから、はい、そうなんですね。まあこれ落としててよかったかなみたいな、うん、威力は半減しましたと。リンガリングソウルは、ね、かなり好きなカードだ、ね、いいカードですね、うん、レガシーレベルのね。さすがにヴィンテージでは見たことないですね。ヴィンテージはさすがやね、確かに見たことないです。なんかフラッシュバック案外強いかも。ブラックロータス切って一旦プレイしますって。激しすぎやろってなりそうやけど。さあここでギトラグ2枚目が見えたけど、まあ瞬間持ってるんで大丈夫やろみたいな。うん、結構割とドヤ顔、ドヤ顔やね、ドヤ顔タイミングなんですけど。さあ僕はフェッチを切って、はい、アンタップ、なかなかきついなっていう。そうですね。うん。ドロ。ターミネート。今あれですよね。引きましたね。アンブリラライツ。ライツやね。うん。これもeeスポーツの化身でしょ今の。今の e スポーツった。なかなかの。で僕もこの時点でいやもうこれギトラが落とす勝ちみたいな。なかなかの。もうこれ勝ちでしょみたいな。おかわり瞬勝で勝ちでしょみたいな。はい、自分これあがなすべあるみたいな。え、はい、もうこれ、はいはい、カチカチカチみたいな。かっこいい、はい、カチカチ、はい、はい、カチカチ、みたいな。マジックザケザリングあるあるなんですか。あるあるやね、確かに。え、どっち落としてもみたいな。なんかハンデスのそのつらみでもあるよね。そうですね、うん、まあ、僕がハンデスが嫌いな理由。そうやね、ベストドローには絶対に勝てないみたいな。さあ、どうあがいても次のターンにギトラクの怪物が出てくると、はい、そういう状況になってて、これは、うん、それならギトラグ自体を落とすのか、あるいはクソをフラッシュバックしかプレイできなくさせるのか、これ確かにかなりダメね。なかなかリュウジとかだったら桜車ターミネートとか言いそうな。はい、はい、じゃあギトラグが落ちましたと。はい、まあ、あのギトラグを落としたのはもしかしたらあのサージカルとかケアしてくれちゃうからみたいなぐらいの。ああ、確かに。最後やからね、特にね、はい、確かに。さあ、しかしまあ、どこもなく、すると、はい。まあ、2回プレイできますからね。うん。もう関係あらへんって叩きつけて、はい、ギトラグの怪物が。ただ、ここで僕も e スポーツ。e スポーツやね。はい、しました。ターミネイト。ターミネイト。終始もね、なかなかいいカードですね。いいカードですね。うん、あんまり注目されてなかったよね、モダン当初は。まあそうですね、まあ、グリクシスカラーがそもそも全然注目されてなかったんで、うん、弱かったっていうのは絶対あるよな。さあ、じゃあもう一回行ったらええねんっつって、はい、クッソでサイドキャストをして、さあここでこの壁はタシグルでも越えられまいと、66っていうのはね、うん、ナイスボディ
なんか5号ぐらいだったらなんか稲妻春章春章とかで、まあ、66もそれで落ちるけど、まあ、この春章がその5号ならアタックいってるんですけど、そうやね、うん絡め技で落とせるけども、はい、そういうブラフも効かず、さあそしてノーム墓地に落ちて、こっから、まあ、ここまあ、うん、ギドラグはね追加のセットランドもあるから、そうなんですよね、手に入れたランドをすぐさまマナに変換していけると、実質タダですよ、ロームが強いが、しかし今は土地しかないみたいな感じですね。そうやね、土地しかない、僕側から見るとハンドさやばすぎて負けるだろうみたいな感じなんですけど、うん、さあそしてリンガリングソウルもキャストして、はい、それで空やん視点で見るとこれもうかなりきついもんなだいぶきついんですけど、うん、実はそこまで僕もハンドがいいわけではないので、殴れない、うん、これフェッチを切ったらワンドローできるのはちょっと熱いよな。いやーダメでしょそんなギドラグはなかなかいいカードです。 そのねドローをローム発掘に置換とかして、そのロームがあのめくったカードの中に土地があったら手札にさらにワンドローがついてみたいなでここにここでドロドロちょっと待って、ドロドロってなぜか見せると思ってまあまあちょっとあ、そうやそうやそうや、ドロドロ先やね、先や謎の公開、謎の公開、めっちゃやで弱いやろみたいなさあ、ランドを出して、ただね、僕も変に殴りに行くとなんかまあライフが結構詰まってるんで、うん、ギドラグかスピリットかどっちかを除去されるだけでなんか、もう一瞬でライフ持ってからそうな気もするから殴りに行けへんねんけども、さあここはとりあえずロームで行ってもよかったんですけども、とりあえずほんまにカードが欲しいってなって、まあまあ土地はありますからね、うん、しかもまた引けるフェッチでまた、おちょっと待って待って、また引けると違う違うちょっとこれね忘れやすいんで、忘れやすいね、トーナメントの際は誰がモダンのギタルを使うかわからないけども使われる方はご注意、気をつけてください、うん、僕ももう心の中ではもう反応なんもないんで早く待機開けろみたいな、そうやね、そうとにかく動くなよと、祖先の現象もねついに使えるようになってこれからもねますます活躍するでしょうって感じだけど、はい、おこゾンビのおこしゃあなし、よしよしって感じよね、まあこのカードももう本当に昔から、うん、地味に活躍したカードですね。さあそしてここでターミネートがねきついんですよ、これがもうそれするしかないみたいな感じですけど、うん、でもターミネートこの方が私で僕も落としに行くと、ギトラグが死亡して、はい、そうゾンビの王がねあの着地するスタックで打ってきたから変に僕もゾンビ出したら損するんよね、ここそうですね、うん、ギトラグと同時に戦場にいるんだったらパパッと掘ってゾンビ出してワンドローみたいな感じでやってたけど、いやらしいタイミングのターミネーターやなと思いながら、あと1万あればねって感じなんですけどね、うん、さあクーヤン側は3ドローしてパンタールコーでもう殴っていこうとからのセットランドか、そうですね、うん、ヘッジを切っておかわり多種です、いやー1万のクリーチャーではないでしょうっていう墓地にターミネートだけ残してタシグルを出して引き続き殴っていくプラン、まあ、ほぼほぼ多分能力が起動しないだろうなみたいな感じですけど、そうやね、うん、1、2、3、4、5、はい、まあ、これで流れはグッとクーヤン側に行ったって感じがするよな、そうですね、うん、僕はゾンビはとりあえず1体だけ出します、ハンドは残り2枚は土地です、悲しい、ただこっからねなんか発掘とかでまたえらいことになる、まあ、ゾンビが結構、うん、まあ、地上がもうほぼほぼ止まったようなもんちゃうもんなんで、そうやね、ただタールコがもう、そうですね、タールコでもうライフが2だったんで投了となりました、はい、はい、じゃあ次のゲームいきましょう、今回僕が使用したのは、末永くコンボデッキです、このクリーチャーを2体同時に出すっていうのがちょっと歯と爪をね想像させる、
カードなんですけども、それの墓地バージョンってことで、何を2体同時に釣ったら勝負が決まるのか。まあ、クリーチャーデッキ相手には、メフィドロスの吸血鬼と、トリスケリオンとか、昔からいろいろありましたけども、今回はせっかくなんで新カードいっぱい使っていこうということで、このギトラグの怪物と一緒に、腹音鳴らし、イカれる腹音鳴らしを釣って、すると、このダクムーアの回収場を投げつけまくって、相手のライフを一気に削り取ることができるコンボが、まあ、決まると。もし、そのダクムーアがなくても、手札にランドさえあれば、ランドを対戦相手に投げたことで、このギトラクの能力誘発、その誘発を、この浄土からの生命の発掘に当てて、3枚落として、その中にランドがあればさらに、みたいな感じで、チェインしていくデッキをちょっと目指して作ってみました。純粋に、その2匹釣るコンボ決まらなくても、ギトラクの怪物と、ゾンビの王国が並ぶと、このダクモアの回収場とか、あるいは土地周りですごい手札がぐる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 回って、楽しいことになるデッキなので、ちょっとぜひね、一度皆さん、パーツはちょっと好みで変えた方がいい部分あるかもしれませんけども、使ってみてください。使用感で言うと、ナヒリはかなり良かったです。その中性度が2上がりつつ、手札も増えるし、このナヒリが出ることで、中途半端に中性値削れないクリーチャーたちは殴ってこなくなるので、すごいゲームがやりやすくなりました。ちょっとこれいじって、どっか海外のモダングランプリとか持っていきたいなと思えるレベルでちょっと気に入ってるデッキなので、皆さんも、ぜひトライしてみてください。末永くからのコンボは他にもいっぱいあると思うので、可能性をみんなで探っていきましょう。はい、今回僕が使ったのはグリクシスコントロールです。この間行われた MMM でスタッフの子にちょっと出るんでカード貸してくださいと言われて、それを75枚用意したものです。だから特に僕の意思は反映されてないんですけど、祖先の原子が使われているので、まあいいかなと思って選びました。まあ回してるうちにちょっと2枚差しのマナリークとか、まあ、1枚差してるディスペルとか、この辺がまあもうちょっと強いカードに変わって、もうちょっとコントロールっぽくした方がいいかなと思ったんですけど、まあ、デッキの根幹はすごい、なんかモダンにフィットしてそうな、戦える感じのデッキだったんで、まあ、これからどん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 見つめていけば面白いかなと思いました。サイドもなんかコンデスとかちゃんと、今のメタをね、意識して捉えてるんで、まあ、結構面白そうなデッキです。ぜひ、回してみてください。では3本目いきましょうか。これ村井くんがいつもこのコーはい。ナー、僕ら動画見てるこれ操作してくれはいて、で、1本目、2本目みたいな感じで言ってくれるんだけはど、はい、2本目、はい、3本目って、これいはい。でかまあまあ、すぎんいのつよ、ものこやれ。つですね。もう今でこそ慣れたけど、1回目彼、声の出し方がわからなかったらしくて、すごいボリュームで言って、僕の鼓膜が弾け飛びそうになったっていう回があって、なんかもう、それ人間1回目とかそういう感じですか？ 諦めてあげた方がいいんじゃないですそっか、知らんかーっ知て。らんかーみたいな。隣でま大だ声出しかたーみら、たいな。隣で大声出したら、隣の人まのだか耳がまだ痛かくみなたいるっな。て。知らんかーみたいな。そんな彼もさあ、ね、北京で、北い京でや、ね、言う前散りに。ましたね。さあ、一旦目、アンビジョン置きたかったのになみたいな 感じそうですやね。ね、はい。うん。また邪魔されたみたいあるとないとではグッと変わるよな。全然ね、ちゃいほまんすよ、まこにんな。ね。こっちもね、それがないだけで、じゃあゆっくり行こうみたいな、はい。プランのまあやりで方がも、変わってくる。ね、やっぱり、e スポーツの権限なんで。これは e スポーツでしょ これは ね、まあ、これやっぱ、ハンデスの宿命ですわ。はほんまにそれやい。ね。うん、それは感じる。でもまあ、アンビジョはカウンターでも待機でね、一旦目出てくるかそうですら、ね。そうやな、そこよな。チャリス X0 起きてーみたいな。僕もデッキのキーカードであるね、ゾンビの王国。空ヤンのデッキやと、エンチャント触れへんからね。そうですね。こ基れ本や的ばい。には触れないカードなんで。とりまあ、あえず、ここで結構雑に人間出てきたらやばいなと思ったんですけど、まだ出てこなかったんで。まだちょっとね、出すのハンドも、が濃いのかな、みそうたいな。やね、結構濃いんよね。切っていくようなあれでもないかなって思って、ここでちょっと迷うんですよね。ほんで、ドローでちょっと内容が変わって、これは実は、ローも引いてきますか？そう、ロームがあるから、ロームで、さあ、むずい。捨てて、ゾンビを出してからロームで拾うことでアドバンテージを、まあ、とりあえず得ようかなと。ローンもやっぱ大概ダメなカードですね。これほんまにね、この動画始めてふかざけてら、るカードですよ。まあ、対戦コーナー作ってから2年半ぐらいになるけど、ひたはい。すら使ってるよ、このカード、マジで。モダンでは。いいですね。僕、古かレガシーか使ってましたから、アグロローム。アグロロームな、懐かしい使デッってましキや。た。1ターン目、モックスダイヤから。
あるよね、フモルダチ捨てて。そうですね。てか、あれのデッキがなんか一番最初にレガシーで多分チャリス使ったデッキじゃないですか。そうかな、うん、ちゃんと。一旦目に、そうやね、スパッと置けて、チャリスが置けて、しかもあのデッキ1マナ使わへんっていうの。使わないですね。うん。あの時だってまだあの赤の夢入ってたよね、壊滅的な。デバストは入ってました、入ってました。うん。なんやったら、田舎の破壊者入ってました。入ってたよね。あれ、主力やったやん、ほんまに。いや、めっちゃ強かったっすよ。うん。懐かしい。デバステーティングドリームスのことみんなで DD と略してた。今 DD だったらダークデプスやけど。ダークデプスですからね。いやもうゴブリンに X4 とか言ってね、もう。あったあった。ドヤ顔してましたよ。ぐちゃぐちゃになった、ほんまに。読んである理由が何一つないんだけど、全力で行くかみたいな。ランドも吹き飛ばしたらやみたいな。懐かしいなぁ。さあ、さあそんな、うん。コツコツと2点クロックを。うん、昔話もしつつコツコツ。まあこっちされた時にはもうなんかハンド金繰り捨てて。うん、ゾンビどんどん出された方が嫌やったんですけど、きつかったよね、結局はね、まあ、やっぱ退治してるとね、僕のハンドが枚数多いんで、さあ、ここはケチエンドに打ってトーラバって感じ、ね、さすがに、まあ、結構バウンスしようかな迷ったんですけど、これロームドセからの、まあ、遠くをバウンスするかドローするかみたいな感じなんですけど、本当に僕のハンドが良かったんでドローしました。そこまでせんでもええわいと。いや、なんか弱すぎて引いてくるしかなかったっす。もう何か回答を持ってくるしかなかったと、はい、さあ僕はロームを行って、こっからまあそうやね、ゾンビを作っていくプランも OK やし、末永くもね確かハンドにあったので、そうですね、それで勝利に向かうのも OK かなみたいな。さあ3枚戻してで、ゾンビでパンチ、ゾンビでパンチ、ここはでも土地をやっぱ伸ばしたいっていうのがあるからフェッチ切って、でさらに赤いランド持ってきてフェイスレスルーティング打ったんじゃなかったかな確か。そうですね、あ、じゃあ黒い黒か、普通に赤マナーあるから、こっからはいフェイスレスをフラッシュバック、フルタップの間にと、うん、もうかなりこの時点で僕ライフ詰まってるんで、うん、あかんなと思ってますけど、さあここはドローをロームで発掘に置換して、おで、これをどうするかみたいな、そうそうそう、もう一回ロームするみたいになってんけども、ここは通常ドローで OK と。でディスカードですけども、土地とローム、うん、ロームを2個とも落としてもいいかなみたいな、はい、はい、これで落として、でターンエンド、やっと待機が開けた。まあ、結構待機4ね、長いっす。うん、長いね。さすがに長いっす。そう、僕もね、爆薬とかが、もし引かれてるだけで、そう、全力ゾンビは結構リスキーやからね。そうですね。確かにこうやってね、動画で後から見てると、やっとけばかなりライフは潰れてんのやろうなとも思うねんけども。難しいね、やっぱね、人の試合見てたら余裕やんって思うのは、絶対あるよね。さあ、この手札界で落ちるのが、とりあえずまあリンガリングソロ落としても知らないから、はい、水火と、そう、墓地対策とかは何で取ってくるか分からんかったから、アーティファクトとかやったら困るかなと思って、一応水火は入れて、大体アーティファクトとレリックだと、うん、まあそうですね、このデッキにはそうやね、あんまりレリック使うデッキでもないから、そうですね、今となったらあれやけど、まあとりあえずクロックをさばけるだけでも入れとくのかなと思って、そうですね、中途半端なカード入れるぐらいだなと思って入れてみたが、さあ末永くはさすがに弾くと、で、まあお互いちょっとあれやんね、まあ結構消耗戦、消耗戦が始まった感じがするよね、入り口に突入したみたいな、こっからもう、まあでもやっぱアンビジョの差がね、まあでもそっちもローマあるんでみたいな、手札は減りませんみたいな、しかしまたアンビジョ引いてきたぞみたいな、さらに3枚目のアンビジョを待機して、うん、こっから溢れかえる手札を攻めのカードに変えていきたいところですけども、ね、まあ、でもアンビジョンみたいなでカードを使うなら青白コントローラーの強そうですね、やってた感じはなんかどっしり構えて引いてくそうです、引いてくるカードが全部強いから、全部強い、さあ手札は土地土地ターミネート、はい、なるほどみたいなね、実はあんま引いてないぞみたいな、うん、殴ってリンガリングソウルフラッシュバックで
こっから攻めていこう。さあここで何か引かないと死ぬという、うん、お願いお願いお願い。まあさすがに4枚引いたら何かあるだろうという、うん、そうだね。これ確か2枚目でダブルネーション引いたんですよ。通常ドロー、安心安心と。ここは通常ドローか。そう、安心のね、ダブネーション久々見たけどやっぱいいカードやな、うん、こういう青黒系のデッキがなんかね、やっぱ4マナで全部解決できる。そうですね。まあでもあんま解決にはなってないですけどね。まあ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 。ゾンビの王子強いから。はい、ドカーチャーと流れて、はい、で土地を置いてターンしまいです。まあこうなると難しい。まあこうなったらもう切り替えて、はい、ロームゾンビやね。僕今気づいたんですけど、うん、土地を前に出す系のプレイヤーなんで。そうやね。どん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 土地が前に来てますね。あの1回戦目の戦いではね、あの頑張って後ろに置いてやったけど。まあまだセーブス出てないんで。こらえきれずに。いつもの癖で。さあ、これは強烈。そしてローム打って、盤面元に戻せやでって。どうしようかな、みたいな。もう土地はそんなにいらんから、フェッチランド投げ捨てまくるやでっていう。さあ、状況を作って、ここは一回自分の墓地をもうありすぎなんで見えやすくしようと思って、ね、まあ考えることめっちゃ多いデッキっちゃデッキなのだから、うん、これで、はい、後で解説するときやりやすいなと思ってこうやって形にして、はい、ターンエンドと。アンブレラライツ持っているというね。うん、腹音ならしが墓地にね落ちてるので。そうですね。ギトラクも両方落ちてて、腹音鳴らしはいざとなった時にね、釣り上げると相手のライフをガガガッと詰めることができるから、これ空やん、腹音鳴らし釣ってまで大丈夫みたいな感じで構えてるところでございますが、腹音鳴らしなかったら一瞬でもう反応がある根絶をロームに打ってるんですけど、うん、さあここはゾンビを一体作って、さあここでワンドローして、でドロー後に考えますと。うん、そう、ちょっと待ってくださいって言われたので OK ですと。だからここはまあとりあえず OK になったので、これ根絶ありそうやなっていうなんで、あの、うん、アンブレラライツを制してますこれで。貴様はそれをしろよ、これはアンブレラライツを釘を刺しておる、釘を刺しておるという。さあしかし僕もドローは良かったんですよね、まあ、ドゥレスなんで。なるほどなるほど。もうね、そういう根絶持てるんだったらもう打たざるを得ないと。そうですね。あぶり出すことに成功、はい、まあ、成功したかどうかわからんけど。とりあえず、はい、打ってもらいました。で、OK って言ったら、ロームって言われたんで、あ、ロームね、じゃあもうこれ、瞬章あるよねって。ライツでも、腹音鳴らしでもないんやったら、もうワイドデッキこれスカスカなるやでって。まあ、ただ、ライフこの時点で僕もだいぶやばいんですよね。だいぶやばい、ね、だいぶやばい。ライフ自体はやばい。多分7とかです。うん。でまあ瞬間あるでと。おお。そらあるよなって。ね。でまあ終始が。うん。抜けてと。これ悔しいのーみたいなね。分かっててもやらなあかんっていうのがね。これでもめっちゃむずいんですよね。さあじゃあ OK やぞ。じゃあもう確かここで普通に開き直って、あ、ここはもう耐えたんか、土地だけ置いて耐えたと。そこの時点で僕も7マナあるから、実は腹音鳴らしをね素出しもできなくもないみたいな。なるほど、まあ、ゾンビ出しといた方が、出しとくというか構えた方が良かったかもみたいな。うん、確かにな、怪しい、どっちでもいいみたいな感じですね。はい、まあ、僕もうまいこと瞬間を引いてきたんで。そしてここで通常ドローして、はい、もうローム発掘がなくなったのが寂しい。この時点で僕のライフ3です、うん、はい、でさすがに殴られたり死ぬんで瞬間出して、瞬出します。ここちょっとテクいよね。まあモダンの、うん、割と基本テクなんですけど、フルタップとバウンス、クリプティックコマンドで瞬間手札に戻しつつ対戦相手のクリーチャーを全部寝かせると、まあ、これはもうドローするよりもこうした方が絶対いいんで、うん、使い回せるなんかノームっていう感じですね。なんかでライフが3なので瞬章を、うん、そうやね。
僕もライフ3やんってなって、とりあえず1にしたったらええんちゃうと。春宵根絶は見えてるけども、フェッチ2個着ないとそれできないし、かといって切らんかってキャストせんかったらそのままハルトなしつって勝つしで、ライフ1に詰めとくちゃうのってなって、ね、ここでアンバレラライツ屈辱の儀式をこのイカレルハロートナシンキャスト、ハロートナシは手札から土地を1枚捨てると3点ダメージ投げれるので、まあ絶対に釣られてはいけないカードだからクウヤもここはヘッジ2枚切ってライフ残り1になるけども、しましょうと、うん、やむなし根絶を、はい、ハロートナシターゲットで打ちました。もうスカスカもうライバリスカスカやで、はい。さあ、ハラオトナシはメインは3枚やけども、サイドに1枚落としてたので、おっちゃん2体に消えて、さあ、これで素出しブラもなくなったな、みたいな。まあ、ただ依然、ターンエンド。やばいと。うん。で、これでハンドは2枚あるから、今はゾンビを作ることもできます。そうですね。さあ、しかしここで、祖先の原始ですよ。いや、開けたね。開けましたよ。まあ、都合僕、そうですね、2回引いてるから、だいぶ引いてますよ、うん、でここで運よく爆薬も出てきた。これかーですよねまあ多分爆薬以外青駒ぐらいかなと、なんとかできそうなんだとか、うん、でここでようやく投げに行ける、前に行かなきゃって途中より前に行かなきゃって悠々と忘れてたと、うん、これ撮影やんプロツアーでやってもらったら恥ずかしくなるやつやん。そうですね。でドロー後に、ギトラク素出しだけはちょっとダメだったんで、ギトラグを根絶して、はい、そんなもう僕のライバルいじめといてくれるっていう。いやもうライフ1なんで容赦は、容赦はね、容赦できないです。容赦は無用。さあ無慈悲な根絶連打でライバルスカスカですが、まあ、チラッと見た時あのリンガリングソウル、うん、あれだけあったんでこれ控えたら終わりだと思って。確かにね。さあここでアタックするけども、これは爆薬でドカンと、はい、思考吐き、さらに思考吐きで、まあ、このデッキは思考吐きそんな強くないんで、うん、なんか別のカードにでも、まあ1本目のゲームみたいにジェット都市がしてもそんなに制圧しきれるわけではないからみたいなね、はい、さあ春宵でパンチして、まあ禁止じゃなかったらね秒で死案とかになってね確かに使えるならブレストが最強や、最強。さあじゃあとりあえずゾンビ作りますと、ゾンビ作りますと、うん、優先権もらってゾンビ作って自分のターンを迎えました。あかんと、ライフ1なんでゾンビすら許されるのか、もう全てはいかんと、お前のゾンビすら許されるのかと。だから手札2枚あるからもう1回ゾンビ作れます。そうですね、ライフちょっとまだ大丈夫なのでここはボディで受けます。エンドって言われたんでゾンビ出します。出した、アタック宣言、いいっすか、いいっすか、あかんぞっつって、いいっすか、あるなって収益収支を再利用した春宵で裁かれて、しかも打点が2倍、これは春宵ビートはこれは大好きなんで、はい、まあ、リンガリングソウルだけですね、あとやばいのは、うん、青いデッキを愛するプレイヤーってやっぱねリンガリングソウルマスター多いよねリンガリングソウル、あの春宵ビートマスター多いよね、春宵ビートはもう、うん、春宵テンポビートマスター結構、さあ僕はリンガリングソウルだけだったんですけども秘訣で投了となりました、はい、というわけで、グリクシスコントロール対何デッキというかね、カエルドレッジカエルロー、なんかデッキ名できそうですよね、デッキ名、まあ俺じゃつけた方がいいよね、アングリーフロッグとか昔のペブルスみたいな感じでつけた方が手っ取り早い感じがするけれども、そんな感じの5色の末永くを中心にしたコンボデッキでした。はい、はい、モダンホンマね面白くなりそうなんで、そうですね、なんか今いろんなデッキの可能性があるタイミングなんで、うん、これからまた注目のフォーマットになるかと思います、はい、夏のダブル MCQ もね、そうですね、モダン2回あるんで、うん、まあ、MMM も今度5月28日にまた、そうやね、まだまだこれから月1ぐらいでやってくるんでね、はい、というわけで、これから盛り上がってきそうなモダンをお届けしました、はい。はい、今週はまあとりあえずリプレイだけで、はい、まあマンスリーモダンマスターズ1回目その63人ですか、はい、大入り満員来てもらいました、お疲れ様でした、おめでとうございます。
まあ、そうやって新しい大会もね今後、はい、あのビッグマジックオープンとかとも違う形でこうやってね、そうですね、マジック普及のお手伝いができたらなと。そこまでなんかまだ敷居がいきなりね BMO とか、ね、うん、なると高くなっちゃうから、高いんで、まあ、6回戦ぐらい、うん、スイスのみで慣れてもらって、その次に BMO みたいな出てみたいなとか、うん、そんな感じのプレイヤーが増えたらいいなみたいな。そうやね、今ちょっとそのカジュアル寄りのモダンデッキやけど、ガチガチのデッキ使ってその賞金トーナメント行きたいなみたいな。そうですね、まあそっからさらにねその WBC 級予選出て、ね、もうプロツアーも行きたくなってきたなみたいになってくると、うん、が増えるといいかな、一番理想的やね。なんか今本当にパーッと草の根を見た感じは、うん、7、8年前のなんかレガシーみたいな、あノリ自体はそうですね、おのおの好きなデッキ使ってるって感じだったんで。メタゲームにやってないけど BTB 使うとかめっちゃおったもんね、うん、昔のレガシーは。今はそういう方本当に減ってしまってね、うん、レガシーはちょっとグランプリがあってガチになったね、うん、日本の雰囲気はほんまにガラッと変わったけども、うん、まああれはあれでまあまあもちろん全然悪いことないゲームとしてはね、はい、うん、面白いと思うんですけども、まあ、そうやってモダンもそのね今のレガシーみたいな発展が全然望めるフォームってそうですね、うん、いうことなんで、これから期待したいなと思いつつ、はい、まあ、グランプリ北京が終わって、まあ、なんかよくわからない方が沈没しつつ、はい、よくわからない方がなんかしょうもないツイートとかしつつ、はいはい、その週末が終わったということは、今週僕はプロツアー、はい、行ってきます。いらっしゃいませ、はい、2回連続でちょっとプロツアー行くの初めてなんで、おお、もはやなんかグレイビーじゃないですか、これはね、もうグレイビーという気持ちでこれは今年全部行けんちゃうかとかってうぬぼれてしまうところもあるんですけど、日本に数名しかいないねゴールドプラチナゴールドプラチナに続く、そうやね、あのゴールド実況者みたいな全権利持ちみたいな、慣れるように頑張ってください。いや、もうぜひそれを目指しますよ、はい、今あのシルバーの権利1回使ってるから分からないけど、まあ、1回 PTQ 抜けて今シルバー今すごいチェインしたチェインした11勝した感じになってるから、なるほど、ここでシルバーになるか、まあ、ゴールドになるかみたいなところですけども、ね、はい、期待します。はい、ありがとうございます、はい、皆さんに、まあ、そのプロツアーっていうマジックの最高峰の舞台の魅力を一つ、ね、少しでも伝えれたと、はい、そして一人でも多くのプレイヤーにそこを目指してほしいなと思いつつ、頑張っていきますので、はい、ぜひ応援コメントいただけたら、もう、マドリードで一人、夜の街を見ながらむせび抱きます。むせび抱く。はい、わかりました。というわけで、今週は2人でお届けしました。はい、じゃあまた来週、僕はプロツアーでお会いしましょう。はい、さよなら。